信用地下鉄は、中華人民共和国領名称信用市にある、信用地鉄集団有限講師が運営している地下鉄である。2020年5月現在1号線と2号線と9号線と10号線を運営している。1号線2010年9月27日に13号街、黎明広場間 27.8km が開通した。信用市の東西を結び、 青年大外で2号線と接続する。東梁の近くの東梁公園までの延伸工事中である。2号線2011年12月30日に3、ダイス全運路間 21.86km が開通。2013年12月30日に、航空工典大学3ダイス間 5.3km が延伸され、2018年4月8日に、 鎌太郎航空港天大学館が再延伸され、2 7 8トルの路線となった。新洋市の南北を結び、青年大外で1号線と接続する。9号線2019年5月25日に、土庫公園駅建築大学駅間、29. 2 9 2トルが開通した。1号線2020年4月29日に、超高校駅。 調査保駅間 27.1km が開通した。4号線1機区間は持ち加害駅、高天南戸駅間 34.112km であり、23駅が設置される予定である。2023年開業予定。3号線1機区間は、方馬新高商駅新対外駅間 41.27km で30駅が設置される予定である。 2025年度開業予定。2号線南延長線6号線1号線東延長線初乗り2元で区間ごとに決められており、2019年5月開定以前最高4元であった。2020年現在運賃は2元から7元まで、キロほどで決まる。自動券売機でカード式の切符を購入し、改札機にタッチして入場。出場時は改札機に挿入する。 チャージ式の信用紙独自の盛教通りという IC カードも存在し、入り出場時に改札機にタッチすることで生産される。IC カードは初回購入時に20元のデポジットが必要で、チャージは最高1000元まで可能。運賃は10%引きになる。なお、盛教通りは地下鉄駅の窓口でも購入可能で、キャラクター物やオリジナルタイプは、 改札口付近に設置されている自動販売機や専門の販売店での購入となり、50元もしくは100元のカードの未現金での購入も可能となっている。ありがとうございます。